お疲れ、チャンスラットです。この度ね、私ラットはタイトル様にね、ある通り、整形しました。よいしょはい。ということで、ちょっと整形ということ聞くとね、なんか、大きなものに感じちゃうかもしれないんですけど、はい、映ってるどっかがね、変わりました。わかりますでしょうか。まあ、わかる方、てか、わかってほしい。でも意外と変わんないのかなどうなんでしょうかね。はい。はい。目です、目。目です。みんな分かってたと思うけど。だって目以外変わってないんでね。はい。目を、まあ、いじったんですけども。わかりますか？まだね、目をいじってそんな時間が経ってないので、完成形とかなのかはもう分かんないんですけど、もしかしたら変わってねえやんっていうどこが変わったっていう人もいいと思うんですけども、まああれですね、二重に、はい、なりましたはい、前の僕の顔もね、自分だとあんま思い出せないことはない、全然覚えてるんですけど、前と比べてみるとまあやや二重になったんじゃないかなっていう感じですかね。はい、そういったご報告になります。はい、それだけです。で、まあいろいろそのなぜしたかとか、痛かった血大量出たとか、まあいろいろ話そうと思うんですけど、で説明ちょっと苦手なんで順を追ってね、話していこうと思います。はい。で、まずどこっていうのが、まあ、目ですね。で、両目です。両目を、まあ、二重にしたってやつですかね。埋没なんちゃら法みたいなやつですあんま詳しくないんですけども、まあ結構有名な一般的なやつです。はい。で、まあ日本でしました。韓国とか有名ですけども、まあちょっと行くのもね、やっぱ時間かかったりありますし、まあ日本でいいかなっていうので、はい。で、いつやったかっていうのが、まあこの動画上がってるほんと2週間ぐらい前なんで、まあちょうど2週間ぐらいですね。だから1ヶ月ぐらいかけて、その腫れが引いてくみたいな感じなんで、まあまだ完成途中なのかもしれない。はい。まあちょっと眠そうですよね。思うっすもん。もともと眠そうな顔してたんですけど、なんかね、眠そう。二重の幅が多分ちょっと広いのかな。こっからもうちょっと狭くなっていく。なんかだんだんこう狭くなっていって完成するみたいな感じで言われたんで、まあ、もうちょっと狭くなるかもしんない。まあまだ途中、だいぶ眠そう。でもこうやって目開くとね、はい、目変わります。はい。ちょっと目にダメージがあるんであんまやりたくないんですけど。で、まあどんぐらいかかった、いやもうね、実際のその施術時間で言うとマジ何分だろうね。まあ多分10分15分ぐらいですかね。なんかそんぐらいな気がします。マジ一瞬でしたね。しかも痛さとかもやっぱ気になると思うんですけど、そのね、私も興味あるみたいな、俺も知ってみてパッチリ二重がいいよみたいな、多分いろいろいると思うんですけども、痛さはね、ほんまに全然、なんかこう、目いじってるじゃないですか、目の上を。時に、こう目閉じてるんですけど、開けれるんですよ。多分開けた方がいい。わかんない。そんな、眩しいんで、まあ照明だって。まあ基本開けないんですけど、もう開けてこう、うわーなんかいじってんなーっていうのがわかるみたいな感じです。はい。別に痛いとかはないです。やっぱ麻酔やってるんでね。はい。そこは全然問題なかったんで、まあそこほんと良かったですね。痛くはないんで、そこの心配はないと思います。はい。で、やっぱ皆さん気になりはしないのかな。まあ、なぜやったか。やっぱ全ての物事には理由があるわけで、はい。そこのね、理由なんですけども、ないですいや、まあ、大まかに言うと別にないです。はい。で、言ってなかったか。多分動画の最初に言わなきゃいけないかもしれないんですけど、今回整形をしたんですけど、もう一個しました。2箇所したんですよ、今回。はい。片目で2箇所ではなく、両目1箇所の、二重。もう一個やったんですけど、そっちが本当にメインなんですよ。そう。で、それが、まあわかんないと思うんですけどこんなんでわかんないと思うんですけど、クマを取りました。はい。全然まだまだあるんですけど、このね、これでも多分なくなった方なんですよね。もともとなんかシミとかクマとかがすごいねある人間なんで、やっぱ人と会う時になんか体調悪いのかなみたいなお仕事で、ね、会った方とかにもやっぱ心配されたり、なんかね顔色ちょっと悪くねみたいな思われるのも、まあなんかいい気分にはなんないしなっていうので、クマを取りたいなと思ってついででやるもんじゃねえだろと思うと思うんですけども、マジで本当に理由で言うとでも本当そうですね。はい。なんで今回まあ一応二重と熊取りの両方したって感じです。はい。まあそれはもっと早めに言えやって話なんですけども、まあで簡単な理由としてはそうですね。二重をじゃね二重じゃない熊を取りたいなと思って病院に相談行って、なんかこういろいろセットでなんか興味があるならぜひみたいな、一緒にやるとお得ですよみたいな、もういい感じでいい感じに、まあ、言いくるめられて、はい。でまあ僕も興味がね別にめっちゃあったかって言われたらそうでもないし、なんならないよりではあったし、言われても別にそんなはい別にぐらいだったんですけど、なんかね本当にちょっとまた話がそれちゃうんですけど、最近ですね、多分こういう人よくいると思うんですけど、多分いるというか、僕も学生の時とかもずっとそうだったんですけど、まあなんか簡単に言うともうなんて言うんですか、そのやりたいことがない、はい、やりたいことがなく、なんか人生のモチベーションもなんかそんななく、別にあれですよ、その死にたいとかそういうんでは病んでるとかそっちでもないんですよ。その何かやりたいことがあるわけでもなく、目標があるわけでもなくっていう感じの人なんですよ。だからもともとまあそういう感じの人なんで、何でもいいみたいな、はい、物事にそんな興味がない人間だったんで、なんかやり遂げた何かをやったわけでもないんですけどなんかもう人生満足したなってこう最近思ってるんですよ。まあ思ってる。で、まあ、そういう時に「二重どうですか？」っつって、まあ別に興味ないわけではないけど、ほんのちょっとまあできるならまあしてもいいかなぐらいの感覚で、はい、ついでにしました。はい、それがこれです。まあ似合ってる似合ってない、前の方が良かった今の方が良かったっていうのはまあ今の方が良かったと思うしかない、って感じですよね。はい。まだ本当にだから理由としてはそんな感じっすね。なんかだいぶ大げさに言っちゃった感あるんですけど、はい、まあ熊取り行って二重紹介されたからやったはい、そんな感じです。でなんか一応なんか僕の受けたその施術のやつがやり直しって言うとなんかあれですけど、なんかこのやっぱ糸でやってる感じなんで別に取れるんですよ。そうだからなかったことにできる、もう取ってしまえば前の俺に多分戻るし、その位置とかもなんか1ヶ月ぐらい経ってそれでなんかまあほぼ完成形になるんで、それでちょっと納得いかなかったり、狭いなと思ったら広くしたり、広いなと思ったら狭くしたりとかもまあできるみたいな。しかもそれにはねお金がかからないっていうらしいんで、まあもしかしたらあれラットまた顔変わってんなーって1年後とかに思う可能性もあります。はい。いやまあね、全然そのまあ一旦これで過ごしてみようかっつって、はい、そんな感じなんで。まあさすがに多分変わんないと思うんですけど、なんか整形とかはねなんか癖になっちゃうらしいみたいな、はい、こともなんか言われたんで、姉にそこだけは気をつけろよって、はい、言われたんで、まあ変にイチローとかは別に考えてるわけではないんですけども、まあなんか生活していく上でやっぱ人生一度きりですから、変化がねないのはないで、やっぱいいことではあるかもしれないですけどね、人によってはねちょっと辛いというか、まあ僕ですけど、まあなんかそれが逆にしんどいみたいなこともあるんでね、まあちょっとまあ髪染めたり二重にしたり、まあいろいろね、はい、変化を楽しみながらね、楽しく今後も人生ね、過ごしていきたいと思います。はい。なんで全然クララもですし、まあそれに限らずね、動画投稿は楽しいので、まあその辺をね、しっかり続けていこうと思いますし、まあまだなんか実写動画とかもね、出せたら、この顔で出そうと思います。はい。では、お疲れ様でした。またね。